はい、ザブングルの表面処理をひとまず終えました。すべてのパーツを今のところ乾燥ブースに並べてみたんですけれども、まあ、数自体はそれほど多くないんですが、まだちょっと仕上げが甘いかなというところが何点かありそうですので、ひとまずサフ拭きをして、そのあたりの粗探しですねチェックをして、もう少し表面処理しっかりと整えていきたいと思います。全体の表面処理を終えてサフ拭きまでやった後、まずこの白からですね塗装をしました。使ったのはこちらですね、ウォーカーホワイト、ザブングル専用カラーの白です。ただこのキャップを見た時にですね、結構緑色だなと思ったんですね。で、これも塗った後なんですけれども、縁を塗ってある方、シャドウになっている方がこちらです。で、その中心にある白いところ、これはですね、いつものファンデーションホワイトを使いました。こちらのフィニッシャーズのファンデーションホワイト、これも大好きですね。隠蔽力が強い白なんですけれども、これをですね、まずこの全体に吹きつけた後、これをエッジに吹いたということで、ちょっとねこれ白っていうのもなんだかなと思ったので、まあ、こんな形を取ってみました。ちなみにですね、全体的にこのファンデーションホワイトは塗っておいたんですけれども、まあ、厚拭きにならないようにね、白のところはご覧のようにきっちりとファンデーションホワイトを2度拭きした後、エッジに、さっき何回も言ってますけども、このウォーカーホワイトを吹きつけてあります。次に塗ったのはこの黄色いところですね。白地に黄色を塗って、これマスキングして赤を塗ったり青を塗ったりということになりそうです。で、まあ、今回使った色というのは、これしかないなっていうミディアムイエローですね。これ新しい分です。この間全部使い切ったんで新しく買い直しました。まあ、そんなことで、こちら数は少ないんですけれども、アクセントになる黄色塗装しました。黒い塗装になってますけれども、使ったのはこれニュートラルグレー5ですね。これガイアのニュートラルグレーって 1,2,3,4,5 とあるようなんですけれども、その中で最も黒に近い色だと思います。で、それを関節とかあと銃ですね、ここに使ってみました。で、さらにシャドウ拭きとして、まあ、これに黒を混ぜたもの、だからかなり黒なんですけれども、それはエッジに吹きつけてありますので、全体的に相当黒っぽくなってるかと思います。まあそういうところがあってもいいかなということで、こちらのタイヤもですね、こういった黒く塗っておきました。続けて赤を塗りました。いつものようにシャインレッドをまずベースに吹いて、その縁をイタリアンレッド、若干濃いんですよね。このいつものパターンですけれども、赤を塗りました。特にこの胸の部分ですよね、黄色塗ってマスキングして赤塗って、これからマスキングして最後青を塗るというね、まあめんどくさい作業なんですけれども、これをやってこそのザブングルですからね。その他もですね、結構マスキングしてから青を塗るところもありますので、はい、丁寧な作業をしてこの後青の塗装に参ります。ご覧のように青いパーツ塗装したんですね。で、使った色というのがこちらのウォーカーブルー1となっております。ただね、こんなに白かったっけっていうのが、印象なんですね。もっと濃い色だったんじゃないのかななんて思っていたんですけれども、専用カラーがこういう風になっていますので、ひとまずこれで塗装を済ませました。で、この後ですね、シャドウ拭きを行うんですが、これ使ってみようかなと思うんですよ。これウォーカーブルー2なんですね。で、これは足の部分でも、この部品がウォーカーブルー2段ですね。ここだけちょっと濃い青を使うんですけれども、ただどっちかっていうとこっちの方がザブングルのメインカラーに近いような印象がありますので、ひとまずこれをシャドウとして使って縁に吹いてみる。ちょっと濃いかもしれないんですけれども、
でさらにこれには、まあ、普通に塗っていくという、まあ、そういう段取りでやってみたらどうかなと思っております。どうなるでしょう。塗装が終わりました。やっぱりイメージだとこれぐらいじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。エッジのところですよね。エッジの方が濃くなってるわけですけども、これはウォーカーブルーの1と2の1対1で混ぜた色をエッジに吹いてます。最初はもうこの2を直接エッジに吹きつけようかと思って準備したんですが、ちょっとあまりにも色が違いすぎるので、エッジで吹いた時にかなりどぎついコントラストになるかなと思ったので、まあ1対1で混ぜてちょっと和らげてみたんですけれども、いかがでしょうか。ちょうどいい塩梅になったんじゃないかなと。このエッジの方の青がどちらかというとそのザブングルの、まあ、いわゆるウォーカーブルー1になるんじゃないかなと。この水色があまりにもちょっと白っぽく映ったので、まあアニメ設定画的にはこれが近いのかも分かりませんが、私のイメージからするとこの仕上がった感じがだいたいザブングルの基本の青かなと。で、まあ足の甲の部分っていうんですかね、これがこうなりました。エッジに吹いた1と2を1対1で混ぜた青をまずベースにこれ塗りました。で、縁に塗ったのがこのウォーカーブルーにそのものということになります。なのでちょうどこうつながっていくような感じになるんですよね。で、まあ、バランスよくちょっとここだけ濃い青になるんで、まあちょうど違いが出ていいのかなという感じになりました。まあ、あとこのつま先のところもね、濃い青になるんで、ウォーカーブルー2を地に吹くような感じで塗り分けております。あとはね、ここ白いラインが入るんですけど、ここは筆塗りでこの後ちまちま頑張ろうかと思っております。まあ、そんなことでひとまずエアブラシを使ってのザブングルの基本塗装は終了ということになりそうですので、あとはチェックをして、その白い線を塗るところは塗って、であとは墨入れしてから厚焼けしトップコートといういつもの流れになるかと思います。完成がちょっとずつ近づいてきております。